はい、ひとつき万冊、清水です。今日はですね、えーかとあのー、赤木さんの問題ですねで。赤木さんの問題でですね、このね、えー、赤木さん妻、岸田首相に森友問題再調査を要望ということで、朝日新聞で赤木さんの妻、首、え、相、ー、を読みましたということで、一体これはどうなったかなっていうところで、まあ、ちゃんとした政治家ってなんだよっていうね、もう首相になってから、まあ、地震が起きるわ、日経平均は下がるわって。 もう不運なんだったらちょっとはもうちょっと真面目にやれっていうことで、ちょっとこの問題について話をしていきたいなというふうに思っております、えー。佐藤さんはですね、諸業政治家小沢一郎という本を書かれまして、いろんな政治家ね、えー、取材してきて40年。そんな佐藤さんと今日も話をしていきたいと思います。佐藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーこの前ね、あの佐藤さんと取り上げて、えー、赤木さんの奥さんのね、この森友問題の話、えー、手紙を送ったということで、えー、首相は読むのかどう答えるのかということで でしたよねそうですね。はいで、それで、まあ、あ<ー>今回答えたと、うん、赤木さんの奥さん、妻がですね、うんえー、岸田首相に対してですね、はい、あの手紙を差し上げて、ですね <laughs>、はい、まあ再調査をしてください、うん、というふうなお願いをしたんですけども、はい、まあそれに対して、えー、岸田さんがですね、えー、記者の問いかけに応じてですね、うん えー、まあそれ読みましたという答えをしたんですよね。うんはい、読んだんだけども、別に何をするということでもないんですよね。うん、ただ読んだの、うん。この記事を読んでみますと、ですねこう書いてあるんですね。はいえー、首相は8日あ、手紙を受け取り、<laughs> 読んだことを記者団に明かしたが、<laughs> はい、再調査の有無については答えなかった。うん、で、ちょっと飛ばしてですね、首相は8日夜。 官邸で記者,記者団の取材に応じた際手紙について問われ「届いております」「読みました」と述べた雅子さんが希望した場合面会するかなどを重ねてたされたが首相は民事訴訟のプロセスの中にあるこのプロ,セスプロセスの中で裁判所の訴訟式のもとに財務省として丁寧に対応するということについて私からも財務省にしっかりと指示を出したなどと繰り返した。 ということで、まああのー、別に何もしないよというような意味合いなんですよね。まあ要するにこ読みましたよと。そう。それだけ。そうなんですね。うん、で、この民事訴訟でね、やってるんで、うんえー、それで、えー、正丁寧に対応しますと。うん、ということなんですよね。うん、まあ、民事訴訟やってると言ったってね、ねこれ、相手、これ、訴えたのは赤木さんの奥さんですから、うん、その奥さんがね、 あの再調査してくださいと言っているわけなんで、ですねその別にあの損害賠償、お金払ってくれというわけじゃないんで、ですねうん、うん、そこでねその再調査をすれば、ですね、うん、この民事訴訟も終わる可能性がね、はいまあ、まあ高いわけですよ。ねまあそういうことで、まあ、理屈になってないんですよね今うはねこのことをちょっと話したいと思ってるんですよ。はいね これ重要な、やっぱり重要な話だと思うので、はいえー、それでね、この赤木さんの奥さんの,この手紙ですね、うんうん、これをもう一度読んでみたいと思うんですよ。はい、重要な手紙だと思うんですよ。あ、佐藤さん、すいません。一応、この動画を初めて見た人向けに森友問題について、簡単に説明を。森友学園問題というのはですね、あのー、要するに、えー、 森友学園っていうね、これ、大阪にですね、うん、あの新しい学園を作ると、うん、小学校を作るということで、この籠池さんという人がね、うん、あの土地をですねあ国から払い下げてもらったんですけども、うんえー、次回よりも8億円ぐらいですね値引きしてもらったと。はいで、えー、籠池さんは1億円ぐらい今払うということで、うん、まあそのぐらいですね、破格の安値でですね、うん えー、手に入れたということなんですね、うんうん、でそのことに関して、その安倍さん、ですね安倍晋三さんと安倍昭恵さんがですね、うん、まあ関係してるんじゃないかと,、うん、ということですね。うん、はいうんことが問題になっているでですねでしかも、その関係した形跡を消せというふうに言われういるわけですね。 そして、そのこれをですねそのあのあこのお取引に関してですねあ、うん、特に安倍昭恵さんが、うん、あの深く絡んでいるようなのでそ、うん、そのそ最初の文書にですねそれが書いてあったんですね、うん、公文書にね、うんうんで。それをですね、うん、あの要するに財務省全体でですね、うん、まあそれを消せと。うん えー、それを公務所改ざんしろという指示が来てですね、うんえー、その作業に当たった、えー、赤木俊夫さんというですね近畿、うん、財務局の官僚の方がですね、まあ、非常に使命感の強い方なんですけどもあ自らの命をね、あのー、絶ってしまったというですね、はい、そういう事件なんですよ。はいね、でその奥さんの赤木雅子さんがですねその再,再調査 えー、一応、財務省は調査を1回やったんだけども、それではわからないということで、再調査を求めて、ですね、うん、財務省にお願いし、そして、えー、今回、岸田さんが首相になったので、ですね、えー、岸田さんにお願いしたということなんでですすねは、うん、はいいいありがとうございますで、はい、でその岸田さんに対する手紙をですねちょっと読んでみたいと思うんですけども、重要な手紙だと思うんでですね。 えー、内閣総理大臣、岸田文雄様、私の話を聞いてください。私の夫は3年半前に自宅で亡くなりました。<laughs> 亡くなる1年前、公文書の改ざんをした時から体調を崩し、体も心も壊れ、最後は自ら命を絶ってしまいました。夫の死は公務災害が認められたので、職場に原因があることに間違いありません。ん財務省の調査を行われましたが夫が夫改ざんを苦に 亡くなったことは書かれていませんなぜ書いてないのですか赤毛ファイルの中で夫は改ざんや書き換えをやるべきではないと本省に訴えていますそれにどのように返事があったのかまだ分かっていません夫が正しいことをしたことそれに対して財務省がどのような対応をしたのか調査してくださいそして新たな調査報告書には夫が、えー、亡くなった戦いをきちんと書いてください 正しいことが正しいと言えない社会はおかしいと思います岸田総理大臣なら分かってくださると思います第三者による再調査で真相を明らかにしてください赤木雅子とあるんですね、はい、まあこれはですね非常に重要な手紙なんですよねまあよそれにその赤木としおさんがですね、えー、改ざんをやるべきではないと、うん、というふうに本省に訴えた まあそれに対して、本省はですね財務省がどういう返事をしたのか、うん、それを知りたいと、それが分かってない、つまりその財務省の対応でですね赤木さんが絶望して、えー、自ら命を絶ったということですので、うんえー、その真相を明らかにしてほしいと、うんうん、そしてそれは、えー、第三者による再調査でお願いしたいと,うん、うん、ということなんですよね。うん、まあこれは非常にですね正しい。うん えー、正しいですね。あの求めだと思うんですよ。求めですよね。ねうん、うん。正しいどうなんですよ。うん、で、まあ、こういうね、えー、ことがね、あのー。ことに対して、岸田さんはですね。まあ、あのー、ほとんど何もやりませんというような答えなんですよね。うん、まあ、手紙は読んできましたよ。終わり。みたいな感じですよね。そう,そういうことなんですよ。うん、ね。ええー。 まあ岸田さんをねあのー、総裁選にね出たあ頃はです、ねえー、再調査すると、うん、最初は言っていたにもかかわらず、ですね、うん、その安倍さんが不機嫌になったということで、うん、それを引っ込みたい再調査しないいうようなことにですね転じたわけですよ、180度ね。そういうようなことで、まああのー、中堅棋士としてはですね。うん ご主人様の安倍さんのですね機嫌を損ねることはできないと,うん、うん、という忖度をしたということなんですよね。うん、うん、そしてね、そしてですね、はいここでですねやっぱり森友問題をね、うん、あのちょっとね、えー、しっかり振り返ってみたいと思うんですよ。はい、ねでですね、この前もね1回紹介したんだけども、これ、非常にいい本なんでですね。 この権力の配信というね、はい、これは朝日新聞のですね取材チームがあー書いた本なんですけども、うん、森友学園と加計学園ですね、うんえー、これ朝日結構スクープ連発してますので、はい、それについての内実を書いた本なんですよ。うん、ねという本なんですけども、これね、いろいろコンパクトにですね経緯がまとまっているので、うん、非常にね、 いいい本だと僕はは思うんですよ、はいはい、それでね、この改ざん問題ね、この赤木さんが自ら命を絶ってね、ねそういう芸人に原因になった、この改ざん問題、うん、公文書改ざん、うんうん、これは一体ね、何が書か,書かれていたのかということを確認したいんですよ。うんうん、ねこれはね、この本のね、まあ、あまああこれどうでもいいんだけど、ページ差どうでもいいんだけど、うん、こういうね表になってるんですよ。お<ー>ね 表になっていて、はいこれを見るとですね、あのー、5人、5人ね、5人、5人のね固有名詞が出てくるんですよ。うん、で、その特に5人の固有名詞について削除しているんですよ。うん、ねで、この5人のうちね、3件が安倍昭恵さんなんですよ。うんね、あとはね、えー、河野池吉忠議員であるとか、はい、いる平沼赳夫議員であるとか、うん、それからね、 日本会議国会議員懇談会の特別顧問に麻生さんがついた件、それから会長に平沼さんがついた件、うん、それから副会長に安倍晋三さんがついた件、うんえー、こういうことを、ね、記載しているんですよ。うん、で、それについてねあの、全部削除してるんですよ。なるほど、うん、でね、要するにこれ、日本会議がね、あのー、非常にね、あのー、関わっているというか、 まあ、つまり日本会議時代はあまり関わっていないんだけども、うん、これ分かりやすく言えばね、うん、関係者が、ね、全員日本会議なんですよ。で、この河野池河野池さんじゃない、籠池さんですね、籠、うん、池さん、この森友学園のね、うん、あの代表ですけど、理事長だったかな、うん、理事長のね、籠池さん、この人はあの日本会議大阪代表運営委員、うん、というのをね、名乗っていたんですよ。 ね <laughs> それであのいろいろそれが対外的なあの彼の肩書きだったんですよ。うん、というわけでねこれはマスコミにね当時すごく書かれたんだけども日本会議そのものはねこれをまあ否定しているというか、うん、あの日本会議そのもの関係ありませんと。うん、と,というのは日本会議によれば籠池さんは2011年1月にねあの年会費年度会費が切れたことをきっかけで、うん あのー、自らね、退会しているということなんですよ。<ー>うん、で、その後も日本会議だ大,大阪代表運営委員というのを名乗っていたんですよ。名乗っていて、その肩書きで、その阿部昭恵さんとかね、いろいろお付き合い、安倍晋三さんとかいろいろお付き合いしていたんですよ。なるほど。うん会費を払ってないのに。そうそうそう。ももととね,ねこの加古池さんは えー、お父さんの代からね、うん、あの成長の家の会員なんですよ。うんなるほど、うん、成長の家というのは日本会議の前身なんですよね。うんうん、そういう関係があるんですよ。うんうん、でねあのー、要するにその日本会議というのはね、あのー、非常に右翼ということで有名ですけどもそれを前面に出してそしてあのー、このお作ろうとしたねこの森友学園。 この小学校ですね。はい、これもめ最初の名称は、えー、安倍晋三記念小学校ということだったんですね、うん、そしてそこであのまさに、えー、日本会議的な教育もしようということで、うんえー、そういう教育を,をやっていたわけですよ、うんえー、やろうとしたわけですね、うん、であのもともとね、籠池さんは幼稚園を、ね、経営しているので,、うん、で、幼稚園でそういう教育をしていたんですよ。 いやーあれすごいですよね、ね私、ニューヨーク・タイムズでその写真見たんですけど、国旗の前に女の子、幼稚園児がブワーって並んでる写真とかあって、怖っ,って思ったのを覚えてます。そうなんですね、うん、そうなんですですねあの安倍昭恵さんをね、そういうのを見て、ですね、うん、まあ、視察に行ってね。うん あの籠池さんに案内されて視察してうん、うん、そしてねあの感動したと感、うん、類したあということがね、うんえー、あるんですよこれはね平成27年1月8日これ2015年1月8日なんだけども、うんえー、記事の中で、えーまあ、これ削除された部分なんですけどねうん、うん、公文書からね記事の中で安倍首相夫人が森友学園に訪問した際に 学園の教育方針に貫類した旨が記載される、うんね、これ、原文のままですけども、これも削除された部分、ね、それからね、平成26年、2014年ですけど、うん、4月28日、まあこれも削除された部分ね、はい、え打ち合わせの際、えー、打ち合わせというのは、籠池さんと、それからあの財務省とかあの国土交通省の、ねうん、打ち合わせですね。 本年4月25日、安倍昭恵総理夫人を現地に案内し、夫人からは、いい土地ですから前に進めてくださいとのお言葉をいを頂いた、うん、との発言ありと、ということがあるんですね。なるほどでね、あのー、問題はよね、結構ね、ここなんですよ、2014年4月28日なんですよ。うん、で、この時ね、あのー、 えー、写真を見せて見せてる見せているんですよ、籠池さんは。はい、安倍昭恵さんと籠池さん夫妻が、えー、一緒に撮ったあの記念写真なんですよね。で、それがですね、あのー、この財務、あのー、近畿財務局の官僚であるとかね、うんうん、それから国土交通省のお官僚に見せると、うん、驚くわけですよ、うん、ね驚いて、そして籠池さんによるとですね、 こここから話は進んんだとということなんですよ<ー>まるで神風が吹いたように進んだ、うん、ということなんですよ。多分ここでね相当忖度したんですよ。ねこれがねポイントなんですよ。つまり安倍昭恵さんとの記念写真がね、うん、非常にポイントなんですよ。なるほど、ねで。そういうところはね全部削除してるんですよ。<ー>でさっき言ったようにあのー、5人の固有名詞。ね、はい あのそのところは全部削除している。そしてそのうちその3件が安倍昭恵さんの関連なん関連なんですよ。うんうん、ねなので、このことが進んだ経緯ね、つま,つまり安倍昭恵さんとのお付き合い、うん、そしてその安倍昭恵さんがさっきねあの言ったその幼稚園の教育方針にものすごい冠類したい、涙流してると。ねなるほどね。そそうこの幼稚園にねそうそして あのその一緒に撮った記念写真、それを見せたら、まるで神風が吹いたように、どん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 、籠池さんにとって有利なように働いていったと。そうね8億円の値引きとかね、そういう、どん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 進んでいっい。ということなんですよね。で、そういうところを全部削除してるわけですよ。ということはね、やっぱりね、 非常に重要なポイントを見ると、うん、やっぱり安倍昭恵さんのところを一番削除したかったわけですよ。うんね、この経緯を見ると。だって河野池さんとか、それから平沼さんとかね、そういうところもも,も,もちろん削除してあるけども、うん、重要なポイントになってないんですよ、この取引もね。やっぱり安倍昭恵さんのところは、さっき言ったように、一番重要なポイントになってるんですよ。うん、ねこれがね、 あのー、2014年に起こったあことなんですよ、うんね、そして、えー、これについてあのー、削除があったということなんですよね、そして、ですねえー、っと <coughs> このね、えー、今度はですね2017年、その3年後ですね、はい、この本、ちゃんと書いてあるんだけどね、うん、2017年17年の2月17日。はい ここにね、安倍さんが出席した衆議院の予算委員会があるんですよ。うん、そこで、民進党の当時、民進党の福島信之さんというね議員だった人がですね、この問題をですね追及するわけですよ、はいねで。こういうふうに質問してるんですよ。うん、土地を買う値段もおかしければ、設置の認可の状況,状況でもおかしい。うん、こののの小学校校名誉校長とされているのが 安倍昭恵先生という方で安倍晋三内閣総理大臣夫人と書いてあります、うん、理事長の顔池先生の教育に対する熱い思いに感銘を受けこの度名誉校長に就任させていただきました、うん、とこの事実総理はご存知でしょうかね。で、安倍さんはこう答えてるんですよね、うん、うちの妻が名誉校長になっているということについては承知をしておりますし、うん、妻から森友学園の先生の教育に対する えー、熱意は素晴らしいといいいとう話を聞いています、うん、ただ誤解を与えるような質問の構成なんですが私は妻むこの認可あるいは国有地払い下げにもちろん事務所も含めて一切関わっていないということは明確にさせていただきたいと思います。うんね、でさらに福島さんがですね、えー、森友学園がね、うん、安倍晋三記念小学校の名称を使って寄付集めをしていたということを指摘してですね、うんうんうん こうした名目でお金を集めているということを総理はご存知でしたか、うん、ということに対して、安倍さんはこう答えてですね、うん、私はそもそも、今初めて知ったわけでございますが、私が総理を辞めたときに、うちの妻が知っておりまして、うん、いわば私の考え方に非常に共鳴している方で、うん、その方から小学校を作りたい,作りたいので、安倍晋三を小学校にしたいという話がございましたが、私はそこでお断りをしているんですね。うん 繰り返しになりますが、私は妻が関係していたということになれば、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということは、はっきりと申し上げておきたい、全く関係ないということは申し上げておきたいと言ってるわけですよ。有名になったセリフですけどね、ねこれがですね、うん、2017年の2月17日の、うんえー、予算委員会なんですよ。うんうん 2>, ね、2月17日ね、そしてですね、あのー、その9日後、ね9日後の2月の26日、はいここから改ざんが始まるんですよ、うん、9日後の、うん、今の安倍さんの答弁が始まった、関わったんだったらやめてやるよっていうふうに言ったら、やべやべ、安倍晋三が言ったから、改ざんしよ解改ざんしようっていう、そういう流れそういうことなんでですねやだなでこれはですね。 えー、6月22日の「時事通信」でね、うんあのー、これ、コンパクトに書いてあるんで、これをちょっと読んでみたいと思うんだけども、はいえー、改ざん指示に抵抗の痕跡、うん、赤木さん納得できず、ねえーと、第2段落からちょっと読みますとです、ね、はい、文書改ざんは財務省が、えー、国会議員などに説明するのに備えて行われた、赤木さんは本省の対応と題する文書で、<coughs> 改ざん指示は詳細が不明確なまま。 本審理室担当補佐からその都度メールで投げ込まれてくると表現上司による、えー、本省理財局が全責任を負うたの,の,の説明には納得できずと記し本件の美貌として修正等の作業過程を記録しておくと綴った、えー、初めて改ざん指示があったのは2017年2月26日、えー、現時点で削除した方が良いと思われる箇所がありますと な文文言で決裁文書の差し替えが依頼された近畿財務局幹部は「差し替えしときます」と軽く応じたが「ご指示に従い内容を確認して大幅にカットさせていただきました」とした翌27日の赤木さんのメールの文面には不満も垣間見えた同年3月8日のメールでは会計検査院による調査を前に何度も修正を求める理財局に対し既に意思決定した調書を 修正するることとに疑問が残ると強く反発赤木さん以外には改ざん時代に疑義を呈したメールのやり取りはなかったうん文書には改ざん箇所が分かるように几帳面にマーカーの線が引かれ変更後などと書き込んで明示前代未聞の大規模な公文書改ざんの過程を記録に残そうと古文奮闘していた姿が浮かんだということなんですね。つまり全てはさっっき言った 安倍さんの、えー、私や私の妻が関与していたらそういうどころか国会議員を辞めるというね、うん、その答弁があってから指導しているわけですよいやもうそんな <laughs> もう嘘をまことにするために真面目な官僚の命一つとか全然割合合わないよね、うん、本当とに、うん、で結局ね今ねあの G 通信の、うん、おこのね、えー、記事を読みましたけども、うん まあこれはね要するに赤木ファイルがね一応出たんで、うん、それを受けての記事なんですけども、うん、つまりね、これを読むとね、結局ね、何のために改ざんしたのかっていうのがわからないんですよ。うん、うんうん、でこれはね、あのー、当時の麻生さんね、あの財務大臣の麻生さんとかいろいろ説明しているのは、あ、うんうん、あののー、理財局長の佐川さんがですね、うん この同じ国会、今の言った予算委員会でね、はい、答弁してるんですよ。うん、どういう答弁しているかというと、えー、質問がね、政治家の介入とか関与はなかったですかという質問に対して、うんえー、佐川さんは、うん、それはありません、政治家の介入はありません、うん、という答弁してるんですよ。うんね、ところが、今、さっき、えー、説明したように、 えー、改ざんした、まあ、最初にあった文書には、ですね、はいえー、この安倍昭恵さんはもちろんのことですね、うん、この河野池議員とか、えー、平沼議員とかですね、うん、そういう名前がね出てくるんですよ、うん、やっぱりね、あのーえー、もうちょっとね値段を負けろとかですね、そういうことを平沼さんとか言ってきてるんですよね。うん、それもねあああののるんで、あのー 佐川さんの答弁が虚偽になってしまうと。うん、ということで、それを避けるために文書を改ざんしたんだというのがあの麻生さんをはじめとする財務省の説明なんですよ。うん、この、ね、えと財務省理財局の局長だから、赤木さんの上司ですよね、これは。そうです。うん、トップの上司ですよね。うんうん、<laughs> そういう説明なんですよ。うん、ねだけどね。 ちょっと考えてみて、ですね、うん、そんなことありうるかという話なんですよ。一局長のね、一局長はね、あのまあ、謝罪すれば済む話をですね、うん、一局長のために公文書をねこれだけ改ざんするのかと。それはちょっと不自然だよ。これはね、非常に不自然なんですよ。しかもね、このさっきのね、この権力の配信というね、本、はい。 いろいろ記録しているんだけども、うん、これはね、佐川さん自身がですね、あのそのことをやっぱりその後あの当然予算委員会であの問われているわけですよ。うん、ねこれ、3月、あの同じね、えーえーっと、2017年のね、はい3月27日に、佐川さんが聞かれているわけですよ、えー、参議院の予算委員会でね。はい 承認、えー、は,はというのは佐川さんですね、えー、佐川さんはこの決裁文書の書き,書き換えを知っていましたか、仮に知っていたならば、誰がどのような動機でいつ、誰に書き換えを指示したのか示してください、うん、これは参議院予算委員会の金子源次郎という委員長が聞いてるんですよ、はいね。これに対して佐川さんはどう答えたかというと。 刑事訴追を受けるおそれがございますので、うん、その点につきましては答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思いますと、うんね、その後ね4時間ぐらいねあのこの佐川さんのね証人関門が続くんですよだけどもこの質問に対しては全部この答えなんですよ、うん、つまり佐川さんはねあのさっき言ったことをですね認めもしないね、うん ね、そして、あのー、もう一切あのー、答えていないんですよ。はい、つまり、自分の答弁が原因だとは一切言ってないんですよ。すべてそれを避けてるんですよ。うん、ね答えられません、答えられません、<う>答えられませんって言ってるわけですね。答えられませんと言ってるわけですよ。うん、ねそして結局、この佐川さんも刑事訴追は受けなかったわけですよ。うん、ねということは。 結局、佐川さんが原因じゃないという可能性が大きいんですよ。うん、ねじゃあ、一体何が原因なんだと、うん、いうことが最大のポイントとしてまだ残ってるんですよ、うん、一番大きい問題が。うん、でここはですね、さっき説明したように、はい、俺は安倍昭恵さんなんですよ。うん、強くそういうふうに推理をされるわけですよ。うんうんね でその前に、そのあ直前に安倍さんの答弁があったじゃないですか、うん、つまり、私や妻の昭恵があの関係していたのであれば、うん、私は総理はもちろん議員も辞めると、うん、それを受けて改ざんになったんですよ。うん、そうとしかね考えられないんですよ、うん、誰が考えてもね、うん、でもね。それでね、この佐川さんね、えー、この同じ委員会で、ですねこの予算委員会で。 この自民党の丸川たまよさんがね、はい、質問しているんですよ。丸川たまよ。ね、はい、丸川さんが。うん、ね、これはね、えー、っとね、いちいちね、固有名詞を挙げてね、固有名詞を挙げてですね、安倍さんね、えー 安倍昭恵さんからのごしたはありませんでしたね。うん、たね首相秘書官からの指示は,、ねうん、はありませんでしたね。ありませんでした。麻生太郎財務省からの指示はありませんでしたね。ありませんでした。というね、あのー、これはもうシナリオ通りっていうかですね、そんなようなことをですねわざわざやってるわけですよ。 いやそれもう最悪だよもう国会史上に残る誘導質問というかんていうか白にするために事実を固めるために本当にもうそんまるか固まえたか最悪だよそうでねさっき説明したようにですねこの改ざんした中身ねこれを見るとですね あの僕も当時ね、その新聞で、はい、逐一、あ全部あのチェックしましたけど、うん、改ざんした中身をチェックするとですね、うん、やっぱりね、安倍昭恵さんのところが一番重要なんですよ。うんうん、つまりね、これ、籠池さんのあのーえー、解雇、解雇、改装によっても明らかなんだけども、うんうん、安倍昭恵さんの存在がね、この取引ってね、ものすごく大きいんですよ。うんね、で昭恵さんと えー、籠池夫妻の写真を見せたその日かその日を境としてですね、神、うん、風が吹いたように、籠池さんにとって非常に有利な、うん、あのー、話の転換になるわけですよ。うん、ね、だからどうしてもね、あのー、昭恵さんの名前は消したかったんですよ、うん、そしてその直前に、安倍さん、安倍晋三さんのああいうね、答弁があった。うん、私私はの妻が関与していたとなれば 私は総理はもちろん議員も辞めると、うん、その答弁があって、その9日後ですから、うん、それはそらまあ改ざんがね、始まってるわけですからね、うんそう。これは安倍昭恵さん、そしてその後ろにいる安倍晋三さん、ここがあの最大のポイントなんですよ。うん、ねということなんですよ、うん、つまり最大の今、隠されている、うん、ものは何かといえばそこなんですよ。うん でそれに対して、それについて、この赤木雅子さんが、うん、本当のことを知りたいと。うん、ね本当のことっての一番究極はここじゃないですか。うんうん、ここを知りたいと。でなぜ夫はね犬自ら命を絶ったのか。うん、絶望。うん、それは、どうしてもそれは、あの一官僚ではあの回避することのできない。 大きい壁があったと、うん、それは一体何だったんだ、うん、ね。例えば財務省本省から、うん、あのその答えが来て、いや、実は安倍さんがそういういああいうふうに答弁したので、うん、それはあのこれは買いざらをえない、それはあなたもわかるでしょうみたいなね、そういうようなことことも予想されるわけですよ。うんうん、そうしたらもう、あれですよ、まあ、真相をわかると同時にですね、うん、安倍さんはもう、 逃げるところがまるででなななくなっちゃゃうじゃないですか、うん、まず国会議員を辞めればいい、ね、そう、国会議員辞めざるを得なくなるわけですよ。うん、そして、その中堅岸士としてはですね、それを避けたい。うん、でもね、中堅岸士は最初、それ分かんなかったんですよね。分からずに、そう再調査必要だなんて言ってるわけですよ。ねだけども 安倍さんがその不機嫌になった、それは不機嫌になると思いますよそうしたらねあの再調査、うん、あしないと言ってるわけですよ。ねそして今回、赤木雅子さんがね、えー、改めて、えー、手紙を書いたわけですよね。うん、ねあのー、夫が解散を苦に亡くなったことは書かれていません、うん、なぜ書いてないのですか。 えー、赤木ファイルの中で夫は改ざんや書き換えをやるべきでないと本省に訴えています、うん、それにどのように返事があったのかまだ分かっていません、うんえー、夫が正しいことをしたことそれに対して、えー、財務省がどのような対応をしたのか調査してください、うんうん、でそして新たな調査報告,報告書には夫が亡くなった戦い緯をきちんと書いてください、うん、ということなんですよ。うん でこれをやるということは、今、ね、僕が説明したようなことを、ですね、逐一、うんあの、追跡調査しなければいけないわけですよ。でも、本当の調査ということは、そういうことなんですよ。うんね、それに対して、ですね、岸田さんはあの手紙は読んだと、だけども、えーまあ、やりませんと。 という話をしてるわけですよねあいや読みましてははいはいみたいな感じですよねこれ、うん。そうそう。うん、まあ岸田さんはね、あのー、なんていうかな、あのー、非常にこの人はね、常識的な人というか、うん、普通の市民感覚を持った人だと思うんですよね。だから僕が一回ね、会ったときに、この人本当政正家なのかなと思ったぐらいい, <laughs> いい人っぽいんですよ。ね、なるほど。そう。いい人っぽい。うん、で、なんでいい人っぽいかっていうとね、 こういうね、裏の裏っていうかな、うん、そこまでね、あの頭が回んないのかなっていう気もするんですよ。だから最初、何の気なしに再調査すると言っちゃ,っ,ちゃったり、いろいろしてるわけですよね。うん、それがね、岸田さんのあの人間なんじゃないかなと思うんですよね。うん,うん、うんうん、だからね、このこの問題をね、あのこの前も言いましたけども、うん、やっぱりね、 日本人としてね、絶対知らなきゃいけないことなんですよ。モラルが崩壊するからね、これ放っといたらそうなんですよ。うん、つまりね、赤木俊夫さんというね、その赤木雅子さんにとってはね、非常にまああのー、非常に大事なねあのーうん、夫、ねあのパートナー、うんうん、人生のパートナーですけども、はい、まさに国民にとってもね、誇るべき官僚なんですよ。うん、ねねその人がです、ね 自ら命を絶ったということは、相当のことがあったわけですよ。うん、これはね、あの同じ時代に生きている人間としてですよ、日本人として、うん、絶対にこれはね、あのこのまま放っておけないですよ、見過ごすことは絶対にできない。ね絶対にできないですよ、これは、うん、日本人である限り。はい、この真相は絶対に明らかにしなきゃいけないですよ。うん、ね どうしてこの公文書改ざんあったのか、うんね。でね、僕はあえて言いますけど、この公文書改ざんっていうね、これあった段階でですよ、普通ならば、もうその内閣も終わりですよ。うんま、って、それ改ざんされちゃったら権力好き放題だからね。うん、だから安倍、第2次安倍内閣はもうここでね、普通は終わりなんですよ。うん、普通であれば。うん、これをね、 あのー、さらにですね、その安倍内閣がその後も続いたというのは、ですね、うん、非常に異様な異様な事態なんですよ。うん、まずね、先進国では、普通のね、えー、議院内閣制とか大統領制を取っている先進国では、絶対にありえない事態ですよ、うん、こんな公文書を改ざんしてですよ、うん、それが明らかになって。うん それがね、非常に驚くべき事態で、うん、そしてさらに言えば、誰も責任取っていない、担当の麻生,麻生財務大臣がですよ、何一つ責任取っていない、うん、これね、本当の異常事態ですよ、うんね、そしてさらに言えば、この安倍内閣が続いて,続い,ていたと。うん これは本当の異常事態ですよ。うん、ねそれをまずね、言いたいですよ。ね、だから岸田さんがちゃんとした政治家になり<う>なってるなって,って、わかるんだ、国民に示したいんだったら、森友問題はきちんと調査すると、そしたらここまで下がってる支持率だってちょっと上がるって。そうですね。 岸田さんはね無理だと思いますよ。無理か。中堅騎士が人間に昇格するという時はやはり来ない。<laughs> 悲しすぎるそれ。<laughs> そしてですね、うん、まあここでねちょっと話題変える、うん、変わるようですけども、うん、まあ中堅騎士のね、うん、その人あのなんていうかな性格を考える上でね、うん、もう一つちょっと指摘しておきたいのはですねこの。 えー、これ、えー、今日の共同通信の記事であるんだけども、うん、首相、コロナ専用病床化を推進というね、こ、うん、とがあるんですよね、これね、あの記事を読んでいますと、ですねこういうこと書いてあるんですよ、うんえー、岸田文雄首相は9日、新型コロナウイルス対策をめぐり、公的病院の専用病床化をはじめとする取り組みを具体的に進めていかなければならないと述べた。うん コロナ患者を受け入れている東京都墨田区の都立木東病院を視察後記者、記者団の質問に答えた、これはですね、あのね岸田さんがねまるでそのとつき万歳を見ていたのか、本当だよね,ね <laughs> あるいはそのさすがに厚労省のね、うん、あの官僚から指摘を受けたのか、うん、ねこの公的病院の専用病床か。うん ついにこれをね、発言したわけですよ。っやっと言ったそう。これはね、<う>非常に重要なことで、2か月ぐらい前から、佐藤さん、ずっと言ってましたよね、これ。ね、そうなんですよ。うん、ずっと言ってるんだけども、うん、またしつこく言いますけど、うん、ねもうみんな耳にタコができるぐらいね、言っちゃいたいんですけど、<laughs> どうぞ言って、一つ、ねね、のね、国立病院とかね、尾身、うん、さんがやっているジェイコ。うん えー、地域医療機能推進機構、うん、そこの病院、それから労災病院、これを、ね、全部コロナ専門に特化させる、うん、そして軽症者、あねえー、それからあ、まあ、軽症者、中等症ですね、うん、それを受け入れさせる、これはまさに現行法、ね、あの独立行政法人、国立病院機構法21条とかですね。うん まあ現行法によってできるわけですよ、うん、厚労大臣が要請できる、うん、そして、えー、病院の機構の方はこれを受けなければいけないと法律に書いてある、うん、だからこれはできるで2番目に補助金をたっぷり受けている首都圏の私立大学病院、うん、これに、えー、ICU を拡張させて重症・中等症を受け入れさせる、うん、これは都知事の要請でできる、うん、それから、えー、そうやってですねはみ出してきた えー、感染症ではない、ね、怪我をした人とか、うん、普通の病気の人、これを地域の民間病院が受け入れる、うん、これも都知事の要請でできる、この3つの柱をですねやればその、この冬の第6波もですねかなり医療崩壊を防げるんですよ。うん、つまり、あのー、救急車がね、あのーうん、もう搬送する病院も見つからなくていけない、うんうん、と,という事態は、 相当あの緩和できるんですよ。うん、でさらにこれに足りなければ野生病院作ってもいいし。うん、でもとりあえず今できるのはこれなんですよ。もうすでに病院があるわけですから。うん、病床はねこれをねやるやるべきなんですよ。うん、これはねほ今の法律でできるんですよ。うん、改正しなくても、うん、何一つ必要ない。うん、つまり明日からでもできるんですよ。うん、でこれをねあの岸岸田さんは絶対やらなくちゃいけないんですよ。うん、で。 そのことについて、岸田さんは、そのね鳥立、えー、病院を視察した際に、コロナ専用病床化を推進と言ってるわけですよ。これ、絶対やらなきゃいけないでしょうん。だけども、こてであえてです、ね、うん、僕は心配いいしたいんだけど、うんはい、岸田さんはできないんじゃないかっていう気もするんですよねだって、それまず本気でやりたかったら、少なくとも。 まあまず岸田さんが視察したわけですよね。そううですねんだったら明日にでも、あしたは日曜か、あのだけど、もう月曜日になったら厚労大臣が命令出さないと。そうなんですよ。いや、僕はね、明日日曜日ですいいと思うんですよ。だって、緊急の時なんだから、やっぱりね、それでもね、僕はやるべきだと思いますよ。もちろん月曜日からでもいいんだけども、やるべきなんですよ。なんだけども、これね、やっぱりね、 あの池江技官とか、ですねそれから病院の方とかですね、うん、j コーであるとか、尾身、うん、さんであるとか、うん、みんな抵抗すると思いますよそりゃもうすさまじい抵抗するでしょうね。ねそ,うそれは現実的に無理ですとか、ですね、うん、そんなようなことになると思いますよ。うんうん、その時にですよ、あのー、岸田さんがどういうふうに決断するかですよ、うんうん、そこでね、中堅岸氏が人間に近づくことができるかどうか。うん ね一つの資金責任なんですよそれはだから、安倍とかもう切れない岸田だったら、なんかもにょ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 説明されたそっかーってなっちゃうかもしれないよなあのね、えー、っと、えー、前も説明しましたけども、うん、イギリスなんかではね、うん、あの最初にですね、うん、あの半分ベッドを開けようと、コロナのために、うんうん、ねあ半分じゃない、3分の1開けようと,うん、うん、という目標を立てたんですよ。うん、で実際ね頑張ってやっててやみたら、うん なんと半分開けることできたんですよ、全国の病院のうち、そのぐらいのことはできるんですよ、あれやろうと思えば。で、去年の3月、韓国はですね全国69の病院をコロナ専門に特化したんですよ、これも頑張ったんですよ、それで医療崩壊は起きないんですよ、日本は1年遅れた、ねそれでそのために亡くなった人もねいっぱいいますよ、だけどね、ここでねあの岸田さんをね頑張ってやらなくちゃいけないですよ、これ。 だけど僕はこれねー岸田さんはまた口先だけになるような気がしますいや一応明日ぐらいまでは待ちませんか <laughs> まあまあそうですけどね、うん、まあでもね,こでねやるってねれなさそうだよなそう,そうなんですよ僕は思うにね、えー、やっぱりねここでね本物の政治家かどうか試されるんですよねこ、うん、でね古典をね一つ紹介したなぁ有名な本ですね,ね有名な 職業としての政治マクスウェーバねまさにこの職業政治家の本を読んだ人だったらわかると思うけどね。そうその職業政治家っていうのはねこのマクス・ウェーバーの職業としてての政治来いるんですねこれね職業としての政治っていうのは現代はこういうんですよ。ポリティーク・アルス・ベルーフっていうのがあってこれドイツ語なんだけどもポリティークっていうのはあの政治ですね。 アルスっていうのは、通してのですね。で、ベルーフっていうのは、職業。ねで、このベルーフっていうのがね、非常に重要な言葉で、このマックス・ウェーバーのね、あの非常に重要な言葉でですね、あのプロテスタンティズムの思想と、倫理とだったプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神。あ、資本主義の精神ね。そこでも、このベルーフっていうのがね、非常にキーワードになってるんだけども。 こベルフってのはねこの翻訳すると職業という意味とあとね天職、ねキリスト教でいう天職、コ臨リン、天職それからあと普通の日本語で言ったら使命使命らの使命というね意味合いなんですよ。これがねつまり使命としての政治、職業としての政治これがマックス・ウェーバーが強調していることなんですよ。ね非常に有名なところを文章を読んでみるとねこう言ってるんですよ。 ね政治とは情熱と判断力の2つを駆使しながら硬、うん、い板に力を込めてじわっじわっと穴をくり抜いていく作業であるとん、うん、いうねつまり硬い板があるんですよ、うん、ねそれにね穴をね開けるねくり抜いていくこういうね作業なんですよね例えば岩盤硬、ね、い板がうん、ね。例えば、うん その病院の、ね、体制というね、うんうん、どうしてもこれ崩れないね、うん、体制がある、うん、それを再構築しなきゃいけないと、うん、それはね、力を入れてね、ぐいっ,ぐいっと進めていかなければ、うん、あできないんですよ。うん、ねで同じように、ですねこの赤木さんの、ね、事件問題があった、うん、ね森友問題があった、ね安倍晋三さん、安倍昭恵さんの、ね、関連がある。 それもねいい板板ですよ非常に板、うんね、中堅棋士にとってはびくともしないかもしれない、うん、だけどもそこをじわっじわっとですねい板をくりぬく,り抜くと、うんうん、そこはですねまさに職業使命感そして天職、ね、自分は何のために生きているんだと、うん、それをね考えながらやる政治家じゃないと、うん、本物の政治家とは言えないと,、うん、というふうにね あのこのこマックス・ウェーバー言っているわけですよ、うん、つまりね硬い板にねもうものすごい時間がかかろうともう穴をずっとくりぬいていくんだとそういうねあの胆、ー、力、うん、ねそういう精神力それが必要なんだということなんですよ、うんうん、だから中堅キッシーもですねまともな政治家、うん、まともな人間になろうと思えばですね、うんうん まずこの病院の再構築これがまず試されるそしてさらにはこのね赤木さんのこの事件ねまさに僕は事件と呼ぶべきだと思いますよこれも真相を解明するつまり再調査をやる第三者委員会を作って再調査やるこれをねやれば本物の政治家になれますよ。本物の政治家になならいいととうこは 中堅棋士のまま辞任すべきだと。うん。僕は思います。いや、そうだと思いますし、まあ、あとね、うん、あの岸田さんは地元の広島県連からも。なんか別のことでね。まあの。納得いかねえよと。まあ、これは一点合計問題。そう。ね。あの、これに関しては、これも安倍晋三絡みですよ。だから。<う>自民党ですら、自民党員ですら、もういい加減にしてくれっていう声が大きい。 わけですよこんなんじゃ広島県民も国民は納得しないよっていうふうにこう言っていることがあってですねこれが河合安里夫妻とかの買収事件ですよね。でこれも安倍晋三が関わっとるでもういい加減にしてくれってもう本気で政治や,りやるつもりなんだったら森友問題も再調査だし、まあ、プラス今回の「広島1.5億」もそうだしまともな政治やってみせろよ。 まあこれ踏み絵だよ、もう。安倍さんという踏み絵を、えいって踏むか、安倍さんをえいって切るか、しない限り、ずーっとこれが引きずる。あその通りですね。うん、だから国民もね、とにかく、うん、もうそのことね、もうほとんどもう明らかなわけですから、うね、もうこれね、あのー、中堅棋士のですね、うん、あのー、行動というかな。 ちゃんとねあのウォッチして、いいいた方がでですよウォッチしてそして今月末のあのまさに総選挙、うん、で投票所で、うん、その国民の判断を1票、1> うん、ね自分の判断をそこに表現すると,、うん、ということをねしっかり僕はそれができないんだったら、なんていうか、こう結局、すっごい大きなごまかしがね森友問題ってどっかーんってあるわけじゃないですか。 そっからもうあれあがお任せるんだったらこれもできるわこれもできるわ,これ,きるわこれもできるわって絶対つながってるからあれが一気にぶちってやっぱだめっていうふうにね年置きっていうふうになったらあやっぱ真面目に仕事したらあかと思って <laughs> まあ当たり前だったけどつまりね安倍さんが関連したことってね、うん、もうみんなもう何て言うかな、うん、全部もう明らかじゃないですかうん、うんね、そうとしか考えられない。うん でそれが、ね、安倍さんはね、いや、それはね、あの、うん、全部明らかになっていないみたいな感じで、ですね、うん、まるで子供ですよね、うん、子供うん、子供だけがですねそういうふうな対応を許されるわけですよ。ね、うん、まだばれてないから大丈夫みたいなね。小学校の宿題じゃないんだから。まあ、う,う <laughs>、うん、だから、一億5000万にしてもそうだし、うんうん、ね。 うん、それからあの桜を見る会にしてもそうだしうん、うん、ねあれも全,全部明らかじゃないですか、うん、ね桜を見る会だってあれも買収買収っていうかな共同接待以外何者でもないじゃないですか、うんうん、ねさらに趣旨から言ったら桜を見る会自体がね税金を使って地元山口の有権者をね芸能人好きのですねあのまさに あの食食事会に桜を見る会に招待したっていうことじゃないですか趣旨からしたら、うんうん、もうそれだけでもう辞任でしょうもういやだって最近だったらあのー、<っ>確か、えー、ジャパンライフだったっけな,なんかあのーはい、なんか詐欺で捕まったねオーナー商法で捕まった人とかも桜を見る会に来てたんだぜみたいな,なんかことをなんか宣伝自分の宣伝材料に使ったりとかしてたりとかなんかなんか 森友問題もそうですよね、明恵さんと俺、知り合いた税が、なんか、なぜか官僚が忖度する水戸黄門、なんか院老とかになったりとか、かそういうのはもういい加減やめないと、まあ、われわれの税金、どんどん無駄遣いされてしまうよ、ちゃんと気づこう。だからね、うん、まさにね、あのー、これ、前に何度も言いましたけど、うん、クロにニーキャプタリズムなんですよね、えん,うん、うん、主義。うん、ね えー、まさにジャパンライフはね、うん、その桜を見る会招待されたことを売りにして、ですね、うん、倒産間際で、ですね <laughs> そしてますさらにこうねどん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 被害を拡大させていったわけじゃないですか、ねそういうね、円庫主義、安倍さんの周りはね、円庫ばっかりですよ、うん、安倍さん自身が円庫で政治家やってるのもんじゃないですか、うん、7る七の343光がなかったら、うん、政治家になんかなれるわけないじゃないですか。うん、ね それと同じように、安倍さんのね、付き合ってるね周辺、みんなね、2世、3世ですよ。つまり、あの日大のね、あの捕された、ね逮捕された理事だったかな、いるじゃないですか、あの人も安倍ともですよね。なんかゴルフ仲間とか、なんそうそう、ゴルフ仲間だし、もう大変仲いいですよ、やぶちゃんとか言ってですね、あの人も2世ですよ、みんな2世ですよ。あの 安倍さんの周辺のね、うん、そこに付き合ってる連中ってのは、ね、うん。だからもう、そんな、にね、もういい加減やめてくれ、本当に、もうそういう円故しくやめてくれと、うん、もう安倍さんでもやめようよと、うん、ね、うん、まあ、これ、ね、やっぱり、日本総理大臣っていう日本のね、まあ、税金、ぐわーっと集めてる人が、自分の友達にだけ権力を配分するって、だめ。もうどう考えてもおかしい。 まあねあのまあ、今回は「職業ねあの政治家ね」っていう本の、まあ、一つの、まあ、ある意味、まあ、私はこの本、ね、見た時にこの職業としての政治だっていうふうに、ね、あの思ったんだけどもこのマックス・ウェーバーと、ね、あの職業としての政治と職業政治家小田一郎を買ってみるとまた一つ読書が楽しくなると思いますよということで佐藤さんの応援のためにも買ってねというふうに思います。 まあね、ぜひねあの、これから選挙ですから、あのこれいろいろ進んでいくとは思いますが、だからこそ読書の価値っていうのが上がってきたんじゃないかなというふうに思います。佐藤さん、本日もどうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さんも見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録といいねと、あと、カンパできればよろしくお願いします。今日もダクショー